鉄道作業局503900型は、かつて日本国有鉄道の前身である、鉄道作業局、鉄道院、鉄道省に在籍したラックレール式蒸気機関車である。1892年及び1908年にドイツのエスリン原社で計7両が製造された。なお、本形式は間接鉄道発のドイツ製蒸気機関車であった。間接鉄道は当時、 高崎、直江妻の建設工事を行っていた。しかし、横川軽井沢間の薄い峠には、最大66.7パーミルという前例のない、急勾配、さらには長短合わせて26ものトンネルが存在するという国内屈指の難所であった。そこで、この急勾配を克服するために、日本初のラック式鉄道を使用することになった。これにより、 この区間専用の蒸気機関車が製造されることになった。その中の最初の形式が本形式である。本形式は、まず1892年に4両が製造され、関節鉄道では AD 型と不満されたが、1894年には日本鉄道分離に伴う改版により、126、128、130、132に改められた。 1898年の鉄道作業局発足時には C1 型となっている。これらの後は、イギリスのベイヤー・ピーコック社製の C2 系、同社及び機車製造製の C3 型が増備されていたが、1908年に再びエスンゲン車に同系車3両が発注され、翌1909年に来着518から520と不満された。そして、 同年制定された鉄道員の車両称号規定により C1 型は3900型に改められ番号順に3900から3906に改版された。前日の通りアップト式の蒸気機関車のため通常の粘着運転用のシリンダーを大枠外側に2機設置したほかラックレール用の歯車を駆動する専用シリンダーを大枠内側に2機 計4機のシリンダーを装備している。4機のシリンダーに蒸気を供給するため、ボイラー状の蒸気ドームは非常に大きなものとなっており、特徴的であった。狂気用である本形式においては、大枠内側に歯車用シリンダーを設置する福音を確保するため、動輪の外側に大枠を設けた外側大枠式とされている。また、急勾配のため、真空ブレーキ、 手ブレーキのほか、シリンダーの反圧ブレーキやバンドブレーキが設置されている。このほか、1898年頃に、売煙防止とボイラー性能向上のため、重油平年装置が設置され、ボイラー状に箱型の重油タンクが設置された。本形式は、間接鉄道発のドイツ製であったためか、輸入後の再組み立ての際に、 ピニオンの左右を間違えるなどの失敗が相次いだり、イギリス人の親とイギ士がアップト式の経験がなかったにもかかわらず、S ン元社からの取り扱い指導を拒否し、蒸気を浪費しすぎて率往生するなど、試運転が順調に進まず、帝国議会で批判されることもあったが、なんとか開業直前に試運転に成功した。本形式は、同区間を通過する列車に過客問わずに使用され、 その期間は20年に及んだ。その間、乗務員、乗客ともに売園に悩まされ続け、最悪の場合は死亡する場合があった。1912年に同区間は電化されたが、貨物列車用及び予備車として在籍し続け、1922年までに全車廃車となった。日本のアップ都市機蒸気機関車としては最後まで残った形式であった。全車廃車解体され、 ご存知はない。ありがとうございます。